こんにちは。歴史に学ぶ戦略経営を伝道していますコンサルタントの福永です。2018年は明治維新より150年目にあたります。明治元年が1868年ですから、そういう計算になるわけです。その節目の年に NHK ではこの明治維新の最大の功労者といって差し支えのない西郷隆盛を主人公にして描く大河ドラマ西郷どんを放送いたします。この西郷隆盛が一体どんな人であったのか、そして西郷隆盛の思想経典愛人というものは一体どういうことであったのか、そして経営やビジネスで生きている私たちはこの西郷隆盛の思想経典愛人から何を学ぶべきなのか、こういったことにつきましてコンサルタントの立場で皆さんに解説をしてまいります。西郷隆盛というと日本の歴史を代表する偉大な人物の一人なんですが、実は謎が多い人物でもあるんですよね。今日は特にこの西郷さんということを語る上で私がこの3つの謎ということを設定してみました。これをこれから順番に解説をしていきたいと思っています。まず第一にですね、西郷さんは明治維新の MVP、 今のプロ野球的に言うとですね、それほどの活躍をした人物と私は思ってるんですけれども、なぜ薩摩というですね、日本の外れと言ってしまって差し支えないですよね。当時の中心地からすると、はるかカナダの辺境の地と言っていいような地域から薩摩が明治維新の主導をしたわけですよね。その中でも特に活躍した人物が西郷さんなわけですけれども、彼は下級武士の出身で、もともとの名門お殿様に近い家柄の人ではなかったわけですね。そういった人物がなぜ MVP 的な活躍をしたんだろうか、これが一つ目の謎です。